サウス・アフリカンソーラーチャレンジ2010のルートケープタウンのテーブルマウンテン付近を走行する東海大学のソーラーカー都会チャレンジャーサウス・アフリカンソーラーチャレンジ2010でチーム2連覇を達成東海大学のソーラーカー都会ファルコン第1回のサウス・アフリカンソーラーチャレンジ2008で優勝したインパラに注意 サウスアフリカンソーラーチャレンジは南アフリカ共和国で開催される代替燃料車による自動車レースである。出場クラスにはハイブリッド車、電気自動車、ソーラーカー、バイオ燃料自動車がある。第1回大会は2008年に開催され、それ以降2年ごとに開催される。レースの距離は4 0 0 0トルを超える。レースのルートは年ごとに変化するが、 ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバンを経由し、プレトリアで終えるよう計画される。第一の目的は、南アフリカを横切るソーラーカーのデザイン、マネジメント、製作、そしてレースを行うことである。このチャレンジは、研究者、学生、独立したプライベータ、そして様々な産業と政府が、高い技術イベントを安全に運営するために、共に行動する。 このレースは以下を推進する。ありがとうございます。